どうも、はい、今回ですね、スーパーマリオブラザーズをやって学んだことについてシェアしていきたいと思います。まあ、25年ぶりぐらいにですね、昨日、今、3時間ぐらいの映像をねアップロードしてるんですけど、3時間です。でもこの映像を撮る前に、1時間ぐらいやってるので、こう合計4時間ぐらいやりました。スーパーマリオブラザーズ、まさかので、まあそのやって感じたことが、まあね、これね、本当に今ね、まあ、さっき、まあ、昨日のね、ライブしながらやってたんですけど、とりあえずコントローラーがね、ダメなんですよ。ね、これ言い訳じゃなくて、こう事実なんでしょうがないですけど、でね、で、全然クリアできないんですよ。みんな、これもう、だから、普通だったらこう、ジャンプするときにジャンプしてくれるんですけど、1秒か2秒遅れるんですよ。だから、こう前の感覚でこうやっても全然飛べないんですよ。まあ、ちょっと飛ぼうと思ったら落ちるみたいな。なんかこうピーピー飛ぼうと思って押すじゃないですか。だけど反応しないんで、なんですよ。だから飛ぶ前の1秒前を先読みしてこうジャンプしないといけないですね。でそれをまあ訴えてたんですよ。ずっと訴えてたんですね。ずっと訴えてて、でもコントローラークソだみたいな。でずっと訴えてて、いやでもその1の1、余裕でしょみたいな。でその死にすぎでしょみたいな。ね、まあまあまあ、そういうご意見ご感想、動画はねライブ見ていただいてる方からあったんですけど、で今日ね、なんと長さん来てね、吉野さんと、あれマリオどうしたんですか、結局クリアしたんですかって、いや諦めました。で長さんが、じゃあ本当にそれ、ね、どうなのみたいな。で、ね、今ね事務所に来て、その、じゃあちょっとやってみますってやったんですよ。そしたらもう死んでましたね。1の1はクリアしてましたけど、まず、とりあえずは、本当にダメですね、みたいな。本当にダメですね、みたいな。いや、共感してくれましたね。そう。だからこれね、まあ、何がこの動画で伝えたいのかっていうと、やっぱりやってみないとわかんないですよ。ね、いくらね、僕たちが動画でね、コントローラーがダメだよ、言うても、やっぱそれ伝わらないですよね。伝わらないですよ。これ実際にやってみると本当にわかりますから。ね。うん、本当にわかる。だマジでそのコントローラーマジでダメなんですよ。でチョコさんもこれクレーム範囲じゃないですかねみたいに言ってたんですけど、いやまさにその通りで、まあ、クレーム入ってんじゃないかなっていうぐらい、すげえコントローラーが鈍いんですよ。うん、そう。であと、そうあとね、今回のその任天堂スイッチの方で、まあ、ダウンロード版でこうやってたんですけど、その昔やってたあのやつと改良されてて、そのワープゾーンがねないんですよ。で6面までしかワープゾーンなくて、そう、1の2から4で、4の2から6かな。で、本当だったら4の2から8までいけるんですけど、まあその6までしかないみたいな。それもいろいろ調べた結果、まあそのワープができないってことで、で、その6、まあ、ケンちゃんしか行ってないんですけど、6の3だからな、クソ難しいんですね。そう、僕は6の2で死にましたけど、6の2以降いけないっていうね。でケンちゃんも6の3でもダウンっていう。そう、これね本当にニンテンドースイッチのコントローラーでまずやってみてください。うん、そうすると分かります、その苦悩が。めちゃめちゃ大変でしたから。だからこれね、本当ね、バカにしてる人非常に多いと思うんですよ。お前そんな、まあ、まあ、スーパーマリオブラザーなんて余裕だろみたいな。絶対バカにしてるんですよ。絶対バカにしてる。だけど、これは任天堂スイッチのコントローラーの、その、この反応の鈍さ。しかもね、有線、無線じゃないんですよ。有線で繋いでてさ、あれなんで、もうどうしようもないですね。だから、これね、まあ、この動画で何伝えたいかっていうと、まあ、とりあえずやってみないとわからないところです。結論言うと、今ですね、ちょっとたくさんお問い合わせいただき始めたんですけど、鹿児島合宿も、これ来てみないとわからない、この良さね。そう、鹿児島合宿来てみないとわかんないですよ。来た人は、そう、まさきさんっていう人が、いや、しなさん、鹿児島バカにしてましたと。バカにしてたんですよ、鹿児島。だけど、鹿児島合宿来た時に、吉田さん、鹿児島舐めてましたと。これやばいです、みたいな。これ一生忘れない思い出になりました、みたいな。だからまあ、毛利とかね、もう、鹿児島合宿参加した人全員口を揃えて、やばいっすと。鹿児島やばいっすと。合宿やばいっす、みたいな。これね、やっぱね、体験しないとわかんないですからね、鹿児島の良さ。だから鹿児島に来るべきです。ね、鹿児島に。OK ですか？鹿児島合宿に来る。で、今日もお問い合わせいただいたんですよ、鹿児島合宿。どうなんすかみたいな。鹿児島ね、マジでいいっすよ。ね、で、よく言われるのが、僕ね、鹿児島は、
なんで鹿児島に行ったんですかと言われるんですけど、別に僕出身北海道なんですね。出身北海道だし、その知り合いとか鹿児島にいないんですね。だからもう一人で乗り込んだんですよ。でなんで鹿児島選んだかっていうと、まあいろんな理由があるんですけど、3年前ぐらいに10周年記念で全国をこう回ってたんですよ、車で。でその時に鹿児島はすげえいいぞと、でそれ体験したんですよね、その時で。体験してあこれいいなっていうことで、まあ鹿児島選んだ、まあ一つの理由があるんですけど、だからまあ何事も本当ね、このね、じゃあアントニオ猪木さんのちょっとね、ちょっといい言葉あるんでちょっといいシェアしてください、ね、アントニオ猪木さん名言、これね、アントニオ猪木さんの名言すごく好きなんですけど、なんだっけな、道って道だったかな、今調べてるんでちょっと待ってください。あ、これだ、これですね、うん、ですね、あ、ちょっと出てこないな、もうちょっと、アントニオ猪木、アントニオ、あ、これだ、これ、この道を行けばどうなるものか、あぶめば道なし、踏め出せばその一足が道となり、その一足が道となる、迷わず池を行けば分かるさと。ちょっとあの滑舌悪いですけど、この道を行けばどうなるものか、これちょっと滑舌難しいな、あぶめば道なし、まあいいですよ、調べてください。そう、これいい言葉ですよ、本当に。行かないと、確かに、まあいろんな、ね、不安だったりとか、あ、そう、今度6月の末に、そう、鹿児島合宿来る人いるんですよ。あ、そう、6月はもう2人来るんですね、2人。もう前半と後半にもう2人来るんですよ。ね。で、後半に来る人に僕が動画一人一人僕メッセージ動画撮ってるんですけど、まあ、その人にサラリーマンの話をしたんですよ。でこの前デニーズ行ってたら、そのサラリーマンの人はスーツに対して、まあ、めちゃめちゃ言ってるんですよ。なんかスーツって最悪だよねみたいな、なんでスーツなんて着て仕事しないといけないのみたいな、その愚痴を1時間言ってるんですよ。1時間スーツに対しての愚痴を言ってるわけですよ。いや僕ね、旗から聞いてて、いやそんなにスーツ嫌いだったら、別に会社辞めるか、その会社にスーツじゃなくてもいいですかっていうか、起業するか、どっちかしかないじゃないですか。ね？だから僕はそれを聞いてて、あ、人間ってこれね、こういう時間をやっぱ多くの人は過ごしてるんだなっていう。なんかその、言ったところで何も変わらないことを言ってるんですよ。で、その聞いてる人もそうだよねって、聞いてる人も何もアドバイスしないですね。いや、お前そんなこと言ったら別に会社辞めればよくねみたいな。言えばいいじゃないですか。ね、だからその不平不満だったら、じゃあ そんなスーツやなんてお前私服できればみたいな、私服上司に行って俺私服なんか言えばいいじゃんみたいな。でそれがルールが変えられないんだったら、会社のルール変えられないんだったら辞めるしかないじゃないですか。だからなんかね、なんかなんなんですかね、なんかその変えられないものをいくら言ってもしゃあないじゃないですか。じゃあ変えるしかないですよね。ね、その会社のルールを変えるか、会社を辞めるか、起業するかしかないんで、そのね、なんか雨降ってるのにふざけんな雨みたいに言ってもしょうがなくないですか。しょうがないですよね、ふざけんな雨って言っても天気にならないじゃないですか。うん、まあ世の中にはね、変えられるものと変えられないものがあるわけですから、変えられないものに関しては、まあ、そのもう受け入れるしかないですよ。雨だなみたいな、しょうがないと、雨が降ったら傘を差す、松下幸之助さんの言葉ですよ。これは人間、まあ、ちょっと勉強してください。雨が降ったら傘を差す、これが実はすごい奥が深いんですよ。雨が降ったら傘を差すっていうその言葉が非常にね、本にも載ってるんですけど、これが人間の原理原則だと。雨が降ったら傘を差す、これが人間の原理原則だと。このシンプルな行動が全てだみたいなことを言っといてるわけですね。雨が降ったら傘を差す、知ってますか。知らないだろうな。勉強しましょう、勉強。雨が降ったら傘を差す、原理原則ですね。そう、まあ、何を言いたいのかよく、まあ、ぐちゃぐちゃになってきましたけど、とりあえず鹿児島合宿に来ないとよくわからないことですね、鹿児島合宿は。そうそう、だからまああと、そうネットビジネスもそうですよ。そのね、本当大丈夫かなとか、まあいろいろ思うと思うんですよ。僕もそうでしたけど、やってみないとわかんないですからね、本当に。でやらなかったら何も変わらないっていう事実がそこにあるとです。
だいいんですよ別に。僕は、まあ、僕はなんでこういうメッセージを動画でいつも言ったりとかするのかっていうと、僕のお客さんがそういう人が多いからです。で、僕の今やってるビジネスにそういうお客さんがいっぱい来るから言ってるんですよ。別に来なかったら言わないですけど、だから変えたいのに変えないんですよ。変えたいと思ってるのに変えないんですよ。じゃあ変えたいと思わなければいいんじゃないって話で、変えたくないんだったら、だから変えたいと思うんだったら確かに大丈夫かなと思うけど、言ってみたら分かんないですよね。そう、だからまあ僕も最初そうでしたけど、変えたいと思ったからネットビジネス行ったし、自分で飯食わないといけないし、就職できなかったんで、何か変えないと、自分でスキルつけないとこの先もう無理だなと思ったから、まあ大丈夫か分かんないけどとりあえず行ってみました。で、行って13年ぐらい経ちましたけど、今本当ですね、ありがたいことで、まあ自由なね、当時夢描いてたパソコン1台ではないですけど、パソコン1台とスマホですね、このスマホ、パソコン1台とスマホだけで、まあどこでも全国が回ってますよ。明日も僕大阪行きますけども、まあ変わんないですよ。大阪行ってもスマホで動画撮ってるし、変わんないですね。で、大阪行くとそのスタバで電気コンセント、あの道頓堀、 あそこね、うん、そうそうそう、僕は学んだんですけど、ちょっとシェアしよう。これいいですよ、これ。あ、まあいいや。あの僕ね、あの最近ですね、学んだ、この前学んだことがあって、あのスタバでね、あ、そうそう、こういうタコ足あるじゃないですか、これ。スタバの、まあ電気コンセント1個じゃないですか、電気コンセント普通1個ね。で、スタバで周り見渡したらこれ持ってるやつがいて、で、こうなんかスタバの1個の電気こうねつけて、スタバでこれね4つぐらいブワーって、まあ Mac の充電なんかいろんな充電しまくってんですよ。やべえ、上には上がいると思って僕すぐ買いましたよ、これ。僕今ね常駐してますよ、あのこのタコ足、これめっちゃ神ですね。それも、まあなんだ、それも、まあいいや、まあとりあえず便利です。はい。まあということで、まあなんだ、まあ昨日ですね、ほんと久しぶりに、スーパーマリオブラザーズ25年ぶりぐらいにやりまして、もう、ゲームなんて全くやんないですよね。で、やってみて、もう、おぉ、すげえ感じましたね、これは。まあ、いろいろとね、すげえ感じたことがありましたけど、まあそれをすぐね、アウトプットで、なんか本当やらないとわかんないって。だから今日ね、そのチョコさんが来て、おい、ユシャさん、これ本当にこれ、チョコさんの顔をちょっと表現しますね。こう。あれ?これね、聞かなくて落ちたのかな、最初。あれ、ユシャさん、本当に聞かなしてみたい。これやってみないとわからないっすよね、これね。バカにしてるでしょ。いいんですよ、バカにして。これやってみないと分かんないですか、マジで。で、多分ね、本当に僕6の3まで行ってないですけど、まあ一緒にね、その4時間ぐらい共に過ごしたケンちゃんがこうやってて見て、6の3めっちゃ難しいですよ、多分。6の3は相当難しい、あのコントローラーで6の3は相当難しいです。6の3のあのコントローラー、あれね、だからもうちょっとね、やってほしい、これ。僕のこの熱い気持ちをね、やっぱね、共感していただきたいですよ。任天堂スイッチのダウンロード版で、あのコントローラーで、任天堂スイッチのコントローラーでやってみてほしい。これね、非常に難しいですよ。で、任天堂コントローラースイッチはどのモデルかっていう、まあいろいろコントローラーあるんですけど、こういうこの、こういう感じのやつです。こういうね。これですよ。同じコントローラーでいきましょう。なんかいろいろコントローラーあると思うんですけど、僕がやったのが、こういう、ちょっと、ジョイスティックのこれもついてるやつです。それが反応悪い、まあ、まあ他のやつも反応悪いのか分かんないですけど、まあ物申すって感じですね、うん、だって結構ね、その ライブでやってて、そのみんながその笑ってるんですよ。いやいやいや、それすぐ死にすぎでしょみたいな、盛りすぎでしょとか下手すぎでしょみたいな。いや、だ本当に難しかったですね、あのコントローラー。そういうことです。はい、ということで、ちょっと昨日ですね、久しぶりに、あ、そうそうそう、あとまだあるんですけど、まだあります、まだありますよ。今日の夜ですね、あの投資家の中村先生と久しぶりに対談音声とります。まあ別チャンネルでマスターマインド、あの YouTube の検索窓でマスターマインド、カタカナで、マスターマインドスペース1000万、マスターマインドスペース1000万で検索すると、投資家の中村先生と僕がですね対談してる、まあ、マスターマインドって YouTube チャンネルの動画が出てきます。で、それは何やってるかっていうと、まあその中村先生はですね、あの去年まで1億ぐらい、ファンド運用してたんですよ。
だけど1億はちょっと精神的にきついということで、その運用はやめて、今自分の個人の、まあ、資金5000万ぐらいをちょりちょり回して、まあ FX で飯食ってるわけなんですけど、その中村さんとそのマインドやっぱ大事だよね、その投資もマインドだしビジネスもマインドだし、まあそのマインド大事ですよねみたいな、意気投合しまして、で今 YouTube チャンネル新しいのというかね、去年作ったんですけど、まあそこで音声対談を今8本ぐらい作ってるんですけど、久しぶりにですね音声対談します。でこの音声対談は明日にはアップできると思いますんで、まあアップしたらですね LINE アットとかで、まあ別チャンネルですけども、LINE アットとかでちょっとご案内しようかなと、うん、だから この前か大阪行った時に、そのマスターマインドの YouTube の音声をもうすごく聞いてくれたお客さんとお会いして、いやマスターマインドの音声ずっと半年間ぐらいずっと聞き続けましたと。で聞き続けた結果どうなったかっていうと、もう全然考え方も180度変わりましたってことを言ってました。すごくないですか。じゃあびっくりしたんですけど、リスナーさんは聞いてくれてる人に直接ね、そのマスターマインド、まあ僕の R34 マガジンを見てくれてる人とは結構合うんですけど、そのマスターマインドの YouTube チャンネルってそんなにね僕番宣してるわけでもないし、そんな更新頻度もないんで、ただあれを全部ずっと半年間聞き続けてくれて、でももう180度変わりましたっつって、でもう僕も会社辞めますねみたいな話を言ってました、その人。うん、今日僕も久しぶりにね中村さんと会うのでちょっと楽しみなんですけど、あと23時からのライブは、多分23時からの毎日どうでしょうは中村さんも出演するかなっていうところですね、はい、でそれ毎日どうでしょう30分ぐらいでちょっと切り上げてマスターマインドの収録の方に行きます。はい、まあ収録できたらですねアップしますんで、まあ LINE アットとかの方でお知らせします。ではですね、これで動画の方は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。